手伝ってくれて。これくらい大したことないよ。この木って私たちがおばあちゃんおじいちゃんになっても生きてるよね。 Let's go。 ここに来ていいかな。まあその頃には斉藤さんが結婚して別の場所にいるかもなって。